日本埼玉県川口市本町本町は埼玉県川口市の町名。現行行政地名は本町一丁目から本町指定目。郵便番号は332-0012。埼玉県川口市南部に位置する中央地区にあたる。1933年の横曽根村、南平柳村、青木村の合併事業時の住居表示実施が、 行われた時を境に1丁目から3丁目があった本町に新しく4丁目までの区域ができ現在ではその区域の中でも4丁目は川口駅に隣接しており規模が大きいまた西は川口駅東は川口もとこ駅と駅に挟まれている治安は悪化する傾向にあり2002年には発砲事件が発生した本町は本町1丁目を中心として 江戸時代から川口塾として栄え、古くから川口の中心市街となっており、川口市立本町小学校が本町2丁目に所在している。本町4丁目を中心として、現在に至るまで商業地であり、そのため町並みは岩月街道に沿って、戦前からの住居や商家の風景に特徴がありながら、近辺の交通の発展によって生まれたビル群も見られる。 住宅地の地価は2019年1月1日の工事地価によれば、本町2-6-21の地点で38万6千円平方メートルとなっている。宿場町においてその宿場が所在していた町に、本町の名が付けられることが多く、川口市本町も川口塾が所在した地であり、その一例となっている。歴史的に見ると、 現在の川口市立南中学校や川口市立船戸小学校付近の本町一丁目が川口発祥の地として江戸時代から宿場の中心となっていた。現在の新荒川大橋が建設される前は川口と赤羽の間に都線が往来していた。しかし、鉄道が開通し川口駅が開設された後は 次第に、川口駅に近い本町4丁目や栄町3丁目が、川口の中心部となり、現在の本町1丁目には、過去の繁栄を感じさせる商店が残存しているものの、住宅地のようになっている。ただし、川口の行政において、旧川口町役場は本町ではなく、栄町3丁目における、現在の栄町公民館に所在していた。現在の川口市役所は、 旧青木村域に設置されている。変遷の一部を省略2018年3月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国道122号本町1丁目付近。ありがとうございます。